オン。スープでも一口味見た瞬間からもうその素材のもののコクさもあるんですけども、その薬膳の香りからその微妙な感じてる味が特徴なので、その薬膳というのは甘みがあって辛みもあって酸っぱみもあって5つの味が薬膳の中で含まれてるんですよ。体にいいんだ、健康になるんだということも基本的ですけども、身も心も来た時にちょっと運慶のあの料理を食べたらと思ったら、その方に一番おすすめです。